全国各地で毎日展示会や博覧会があります。1兆4千億円ぐらいの規模だそうです。それに反則の展示会っていうかイベントも4千億円ぐらいあるということですから、どうもこのあたりの需要は1兆8千億円の市場があるそうです。 まあ一番大きなのは、東京ビッグサイトだと思いますけど、各地域によっても、日々、何かイベントをやってるわけですね、その時に、イベント出店するには、出店料、それから造作を作ったり、人がそこに出張ったり、いろんなコストがかかるわけですね、それも出店したら2日とか3日とか、長くて4日とか。 といいうこでで一過性で終わってしまいますたくさんの入場者がいてもたくさんの出店者がいるとじっくり自分とこの商品をゆっくり見ていただくそんなケースもなかなかないわけですその時私たちは映像会社が中心になってオンラインメッセ365というのを今進めております、えー、いい商品なんだけどどうやって、えー 知ってほしいか、えー、単独であげてもなかなか見てくれないわけですね、その時にに24時間365日、オンラインメッセー、環境365とか、省エネ365とか、アグリカルチャー365とか、えー、印刷会社だったらプリント365というところに、えー、自社で作った動画とランディングページを、えー、掲載することによって、24時間365日、 見てもらうとその動画は自社の名刺パンフレット、会社案内につけてもいいわけですね。ですから、オンラインメッセ、誰が見るのっていう質問がありますけど、一番は自社の営業マンの名刺それからパンフレット、会社案内、商品、チラシ、そんなものにまずつけて、そしてオンラインメッセ365に入れれば、そこのパビリオンから来てくれる。 ケースも出てくるかと思います今年は東京オリンピックがありますから世界中からいろんな人が来ますけど、えー、日本に来てくれる人たちの中にはあいろんな職業の人がいるわけですねそうするとあそんな商品があるんだったらその会社に、えー、日本にオリンピック行ったあー前にもしくは後に、えー、その会社に行って、えー、商品を見たいなというのも出てくると思いますぜひ 多言語での、えー、オンラインメッセ365を、えー、アップすることによって、えー、自社の、えー、技術を世界のお,お客様に紹介することも可能だと考えております。